じゃあよろしくお願いします。今日は一番遠くから来た人は誰ですか？この間札幌から一人来てましたね。本州以外から来た人いますか？皆さん本州ですか？大丈夫ですか？九州から来た人ね。あれ、じゃあ北陸から来た人いない？みんな関東ですか？関東、あ、そうですね。日曜日のこの時間だと関東からじゃ来れないですからね。今日は、懇親会もあるので、ちょっと講義の方は短めにして、早めにそのデモンストレーションを始めていただいて、お尻もきっちりと皆さんがデモンストレーションができたらちょっと早めに終わろうかなというふうに思ってます。で、まずは座学なんですけれども、第1回は、座学でプローブの持ち方とそれから、動かし方を学びました。まあ基本的にはスライドだけで十分と、チルトとかロッキングとかいう操作はあまり使わない、本当に構造物を追い込んだ時にだけ使うという話をしました。で、チルトのやり、ごめんなさい、スライドのやり方っていうのはもうとにかく早く動かす。まずは大きく早く動かして、目的の構造物をどこかで見つけて、そこから小さく早く動かして追い込んでいくというお話をしました。で、今日はですね、第2回は体表解剖と体位のことをお話ししたいと思います。で、体表解剖に関してはもう僕から皆さんにお教えすることは多分ないと思うので、簡単にいきますけども、もう体表解剖といっても難しいものを触るのではなくて、簡単なものを触ることが大事になります。一番体表解剖学で簡単なのは骨ですよね。で、体の表面に出ている部分、例えば、一番出ているのは鎖骨であったり、尺骨であったり、大腿骨の大臀部であったり、いろいろ小骨の後縁であったりとか、いろいろ触りやすいところになるんですけども、そこを触ることが大事になってきます。なぜかというと、エコのプローブって触覚がないんですね、基本で。触覚を犠牲にして、なおかつ視覚も犠牲にします。なぜかというと、画面を見ながら操作するじゃないですか。そうすると往々にしてあるのが、気がついたら全然違うところを当てたっていうのが往々にあります。で、そこでずっと探してて、見えない見えないって焦ることがあります。特にこういうハンズオンセミナーで時間が限られてるんで、勉強する人も焦るんですけど、教える方も焦るんですよ。あれってここら辺にあるはずなのになと思って、みんなで画面見ててやってるから、手元がずれてることがわからないですね。これがよくあるパターンになってきますので、そういった時に、例えば、今日は肩やりますけども、プローブを持った手の、例えば2本余った手をこう鎖骨に引っ掛けておくとか、そうするとずれていかないわけですよね。それがメルクマルになりますので、体表解剖っていうのは本当簡単なところでいいし、皆さん僕よりも多分体表解剖詳しいと思いますので、そこを使っていくことが大事ですよということになります。で、もう一つ体位です。で、体位はものすごく大事です。首のところでもやったかな、上腕骨頭を下げましょうみたいな話しましたっけ、前回してないかな。ちょっといろんなところの体位について話しますけども、体位が悪いと、そもそもエコーがどれだけ上手に当てられてもうまくできないですね。例えば、前回やった首ですね。首の前面っていうのは、肩関節、上腕骨頭が上に上がるとすごく見にくいんですよ。で、我々今先生方座っていらっしゃいます、僕立ってらっしゃいます、これは実は理想的なポジションなんですね。肩関節、上腕骨頭がニュートラルポジションで重力で下がってくれますので、ここが広く取れるんですよ。ところが我々横になるだけで上腕骨頭1個分ぐらい上がります。で、側外になるともっとこうなって、下手するとこうなります。こうなってしまうと、もうここの頸部の操作っていうのはもう絶望的にできなくなるんですね。だから、側外になった時はきちっと下げてあげるということになります。で、もう一つ体位で大事なのは、病室する構造物とその周辺の構造物ですね、ある程度テンションをかけてあげると見やすくなるということになります。要は、肩甲骨、ごめんなさい、上腕二頭筋長頭っていうのをやります。おそらくモデルさん寝た状態でやるんですけども、じゃあそこを出すときどうするかっていうと、しっかりとここ少しテンションをかけてあげるんですね。だちょっと、もしかしたら場合によってはモデルさんによっては肩枕を入れて、上腕骨を後ろに浮かして後ろに落としてあげると見やすくなります。バイセプスは相談でもないんですけども、これは液化神経の時はもう適面に言えます。液化神経を見るときは必ずこう胸側に枕を入れて上腕骨頭を前に落とします。そうすることによって、
液化神経もそうなんですけども、この場合だとね、やっぱ極下筋にテンションがかかるんですね。極下筋小円筋にテンションがかかります。そうすると、その層の近くを通っている液化神経というのが見やすくなります。腹臥位になると、どうしても、これ腹臥位になると、こう、肩はこっちに押されますよね。この状態だと、液化神経とはほぼほぼ絶望的に見えないです。後で実際やったら分かると思いますけども、液化の中に液化神経が隠れてしまって、全く見えない状況になってきますので、体をしっかり大事にするということが大事です。これは他の部位でもそうですし、大腿神経を見るときでも、坐骨神経を見るときでも、例えば下肢の筋肉を見るときでもそうなんです。程よいテンションを、あんまりテンションをかけるとね、よくないんですけども、程よいテンションをかけてあげると、構造物っていうのは非常に見やすくなります。先生方は多分、施術はほとんど、あれですよね、患者さんは外でやりますよね、多くの場合。その時に、エコーでもし物事を見ようと思ったら、必ずその周辺の構造物とその構造物に軽いテンションをかけてあげるということを意識してください。そうすると、臨床の場でちょっと例えば、体が大きい人でもエコーで必ず構造物が見えてくるということになります。はい、今日はこんな感じで、総論は短めで終わりますけど、ここまでに何か質問ありますか？大丈夫ですか？今日はみんな静かですね。じゃあ早速、エコー解剖の方やっていきましょうか。今画面左側が外側で、画面右側が内側ですね。映ってる？大丈夫？ということになります。で、ウコート機からじゃあ下行きましょうか。せっかくだからここから下行きます。ここに出てくるんですね。ここにウコー腕筋が出てきて、これが上腕二頭筋単頭の腱です。共同腱って言われてるんですが、これ肉眼解剖で見ても、はっきりします。上腕二頭筋単頭は、共同腱の中で盛り上がってるんですね、モコッと。で、このレベルでは上腕二頭筋の筋腹は出てきてないです。これ全部右行腕筋です。右行腕筋、三角筋になります。はい、じゃあ下行きましょうか。はい、これで出てきますね。長頭の筋腹が出てきて、短頭の筋腹も出てきるはずです。ごめんなさい。そうですね、こっち側が短頭の筋腹ですね。もうちょっと上行って切ってみましょうか。はい、これ短頭の筋腹、長頭の筋腹、右行腕筋で綺麗に見えてる。で、ずっと上がってきてください。そのまま上がっていって、で、長頭の筋腹が消えた、短頭の筋腹が消えた、もうちょっと内側、最後右行腕筋が残って、もうちょっと上行くと右行頭筋が出てくるということになります。もう一回下行って、右行腕筋出てきた、三角筋がなくなって、これが短頭の筋腹か担な、当、長頭の筋腹が出てきた、もっと下行きます。ずーっと、今ここで長頭筋腹が出てきたんですね。これが長頭の筋腹で、真ん中に持ってきて、もっと下行きますよ。真ん中に持って、そうで、もうちょっとここしっかり見せて、そうですね、はい、これで、右行腕筋が今度小さくなってきます。上腕骨のところに低周に行った時に、代わりに出てくるのが上腕筋の筋腹、右行腕筋と上腕筋がこう入れ替わるようにして出てきます。で、ここまで寄ったら、今度逆に長頭の方行ってください。今度はこっちを追いかけてます。ずーっと長頭の方を追いかけてくると、真ん中に持ってきて、そうですね、よいしょ。手はね、もう落としちゃってもいいかもしれないですね。体側に落としちゃってもいいかもしれないね。ちょっとだけ見本を。長頭があります。ここから下がります。長頭腱はこれですね。これですね。ここで長頭腱が出てきました。こっちが短頭はこっちですね。短頭、右行腕筋、長頭ですね。で、ずっと右行腕筋が小さくなって、ここでなくなります。で、そこから上腕筋が出てくる。この関係ですね。右行腕筋の筋腹が、よいしょ、確かに難しいな。小さくなって、なくなったところあたりからポコッと上腕筋が出てくるということになります。じゃあ今度は長頭の方ずっと追っかけていくと、長頭の筋腹がこれ、短頭の筋腹がこれ、右行腕筋がこれ、そして長頭が
金粉がなくなって、最後短頭の金粉がなくなって、ウコワンキの金粉がなくなりますが、長頭は剣になって、ここで結節貫口の方に、今ちょっと内側見てますけど、入っていくということになります。でこの部分はもうウコワンキンで、最後ドンとドン突きでこうウコを突きということになります。はい、はい、じゃあこっちです、こっちですよね、こっちですね、はい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 、もうちょっと内側行けば動くとか、あ、情報、そこから上に情報に、はいはいはい、あ、そうですね、こいつですね、これが動くときですね、はいはい、あ、なるほど、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、でスルスルスルっと下にで、はい、どうですか、いい感じ？なんとか見えてます、はい、お願いします、プローブの持ち方上手でね、そうですね、動くときが出てるここに。で、三角筋が切れて、ここから長頭の筋腹が出る、短頭の筋腹が出る、右後腕筋がある。で右後腕筋がここから下行くと、だん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 小さくなってなくなる。上腕骨の内側にの方にこう、ここの方にこう消えていく、ね、でここ消えたとこからポコッと出てくる筋腹、これが上腕筋ということ。これね、うん、これが上腕筋、入れ替わるように、これ長頭、右後腕筋、でここに上腕筋が出てくる、見えてくる、見え方になってきます。これ長頭でしょ、短頭こっちもこっち側だと思うんですね、短頭がこっち、長頭がこっちなんでしょうね、きっとね、うん、うん、でここがおそらく、筋皮神経、筋皮神経は上腕二頭筋と 上腕筋の間をスーッと外側抜けています。もうちょっと外行ってみたらどうですか、あ、下行ってみたらどうですか、これスーッと抜けて、これですね、これやね、はいはいはい、血管もあるので、血管と間違えやすいので、ドプラーをかけておくといいです。大丈夫そうですね、ドプラーは乗らないんで、うん、ここ今血管、これは血管です、液化動脈の枝かな、液化動脈そのものかな、カーソル、なんか至らないことじゃない、うーんと、ポインター、これか、これですね、液化動、筋皮神経、もうちょっと下行くと外の方に逃げていけませんが、スルスルスルッと、スル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 行くでしょ、うん、上行くと内側の方にスル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 、うん、で上腕筋が消えたら、この筋皮神経は右後腕筋とバイセプスの間を通っていくとかな、それもちょっと出しましょうか、せっかくだから、上行ってみてください、この筋皮神経をスルスルスル、ここですね、おそらくこれかな、右後腕筋がここら辺ですかね、この層に入っていくのが筋皮神経ということになります。はい、基本的には中間位でまず見ていくっていうのが基本になるんでしょうか、この結節貫口を見るっていうのは。結節貫口は、はい、まあ、中間位でもいいんです、まあ、上向いてれば一番見やすいだけの話なので、はいはい、対してその結節貫口に関しては病室のことになります、はい、であと病態としては、結節貫口を見るのはそこに浮腫があるかどうか見れるんですね、はい、エコーだと腱鞘があります、その中に腱があります、上腕二頭筋、長頭円の人だとそこにこう腱鞘が膨らんでるんですね、そこにこう液体が溜まってるんです、炎症性に、それ見たらもう病態がパッと分かるので、あ、上腕二頭筋長頭円ですねっていうふうに診断がつけることができます。あとはそうですね、ついでに健康過筋とか見ておいて、健康過筋の明らかな障害がないかっていうのも見ることができますから先生方はもう動作を加えてやるの慣れてるので、動作の中で見てあげると、例えばこうグッとこう外旋した時に患者さんが痛がって
でちょっと押してみると、圧痛点の健康課金が何か不正常があるってなると、あ、これは切れてるねっていう、ちょっと断裂してるねっていうのがそう分かります。エコーだけで断裂を完全に見るのは、大断裂であれば見れるんですけど、小断裂であると見れないことが多いので、動作と圧痛点のをこうやって、で、あ、これは切れてるっぽいぞと、でよく観察するとなんかちょっと不正に見えるぞっていうのが見えたら、あ、これはちょっと腱板損傷してるかなっていうことで、例えば整形の先生に紹介するということができると思いますし、そんな風にして考えていっていただければと思います。エコー単独でね、病態を全て理解するのは難しいので、逆に言うと先生方は触ることのプロなので、先生方の技術っていうのね、従来の技術を十分に駆使しながら、そのエコーもちょっと使っていくみたいな感じにしていただけると、臨床のエコーを導入した時の臨床の幅っていうのかな、大幅にこう増えていく、できることには大幅に増えていくんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日のこのセッションはこれで終わりましょうか。はい、はい、ありがとうございます。ストンと置いて細かく早く動かして、この関節腔のところが見えてきたところで、うん、見えてきたところで、これが上腕骨ですね。で、ここです。で、内側に極下筋がここに、上が、三角筋かな、三角筋、僧帽筋かな、三角筋かな、ここだと上は。で、極下下ですね、スピノグレードの位置、極上筋がここを取って極上下極下下に来るところ、ここもよく発言になりますね、うん。で、ついでにここまでグレノイド見たんだったら、極下筋の評価もしておきます。見せて、骨頭を見せて、はい、この状態で腕を内外旋します。内外旋してもらっていいですか？うん、自動で。これで極下筋の評価をします。臨床でこういった場合ってどういうふうに患者さんに指示出しされるんですか？僕はもう自分で動かし、うん、でくるくる回してみたいな、うん、いや、多動でやっちゃいます。あ、多動でやっちゃいます、うん、多動でやった方が楽にできることが多いので、まあ、こっちのコントロールかもできる。そうですね、まあ、患者さんに動かしてもらってもいいと思いますよ、うん、ピタッとこう止めることに集中しなければならないん で内外旋してください、うん、ぐーっと内外旋ぐーっとで、こんな感じでぐーっと極下筋の動きも一緒に見てあげます。あとは前から肩関節見るんであれば、今度は逆ですよね。これで今結節感光が出てるので、外旋してください。グッと、こうするとここに出てくる健康課金、うん、健康課金の下に、肩関節が出てくる。これが健康課金ですね。でもっと外旋してグッと、そうするとここに前方の肩関節が出てきます。はい、でここで同じく極下筋の評価もしちゃいます。回して内外旋して極下筋の評価も一緒にやる。変なとこないかなっていう、うん、はい、です ここですね。で、関節芯がよいしょ、近づきますか？あ、大丈夫です。これは関節芯ですね。ありがとうございます。ここがグレノイドだから肩甲骨があって、肩甲下のとこですね、はい、この辺に脂肪体があると思って、
この辺極下筋か脂肪体だと思うんだよな、したと思いますね。よし、じゃあ撮ってみましょうか。誰から？はい、お願いします。皆さん受精師ですか？受精師です。どうですか？はい、理学療法士です。 PT さんで、はい、お願いします。はい、イメージをごめんなさい、ちょっと今わかんないです。ここまでが多分コットなんで、はい、あとちょっといいですか？はい、ストンとこんだけですね。今ちょっとだけ強いかなって、もうスタッと当てるだけ。そうですね。で上の方早く動かすと潰れていくんで、で若干高外側に当ててみましょうか。あ、高外側に、そうですね。でそれで上下してみましょうか。とここに出てくるんで、これか。で多分さっきと逆の映り方してるんで、逆に、そうですね。まあ、そうですね、これ極下筋ですね。あ、ちゃんと当たってないですね。 これです。こっちが出てきて回線して内線すると、お、今起きたのこれが極下筋ですね。極下筋ですね、これは。ここが多分三角筋後部線かな。ここにありました評価。いや、前は別のとこでやると思うんで。じゃあ、はい、お答えです。お願いします。お願いします。で早く動かして、高外側の方が分かりやすいですね。どっち、そうです。あ、そう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 です。これもうちょい綺麗にしましょうか。ティルトがちょっと悪いかもしれない。で反対のティルトしてみせます。こう、あ、そうそうそう、もうちょっと黒く抜けるんで。あ、なるほど、黒く抜ける。あ、ここが、あ、ちょっと借りていいですか？はい、すいません。いい、いい、こっちの方が綺麗に映ってないですか？あ、なるほど、はい。角度の違いなんですか？もうあると思いますね、今の。一番こう反射する角度で当てないと黒くなっちゃうんで、基本的には皮膚に垂直にプローブ当てれば大体の構造物は一番はっきり見えます。そうじゃない構造物もあるんだけどね。綺麗に出てますね、すごいですね。上手上手、うん、いいと思います。ここ若干見えてるかな、これ。グレーのここですね。多分ジェル足してもいいかもしれないですね。極下筋はね、腱が何本あるのかな。結構強いです、極下筋の腱。こんな風に見えてきます。これ別に異常所見じゃないです。腱がこんなにグッと太く見えてるんですね。こっからだと、やっぱこれもう筋内腱からって感じなんですか、これ。そう、まあ、筋内腱でいいんでしょうね。うん、言い方としては。明らかにこの辺からかなり白いですもんね。確かに。多分この表層と深層で、走行の線が違うんですね。深層 の筋肉はおそらくもう、肩甲骨の内側炎ではなくて極下下そのものから起こっている筋の成分で、上はいわゆる内側炎の方から起こってくる筋の成分という理解でいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。ここですね、これですね。そう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 、すごい。この方はでもね、この腱の部分がよく見えますね。すごいですね。エコがいいのかなモデルさんがいいのかな、どっちでしょうね。肩痛めたことあります？ないないですか、はい、痛めてるとまたちょっとこう
移り方というか、いや先生の組織は強くんで移りそうですよね。これを使って、はい、示してもらって、先生なんて、うん、わかりました。オンラインで見てるのわからないので、わかりました。はい、まずはポンと置いたら上下に動かし、こう動かして、でこの関節腔が見えるように、はい、そうですね、綺麗です。そしたらこっちの内側が映るようにしましょうか。でこの後エコーはグレノイドの肩甲骨のところで、はい、ここに関節芯が映って、これ多分三角筋だと思うんですけど、はい、これがあれですね、極下筋の繊維がこういうふうに走ってると思います。もうちょっと映しましょうか。こっちをもうちょっと、そうですね、でちょっとはこれをもうちょっとこうしましょうか。あ、今手元がかなりこうなって これですよね、これ。なるほどなるほど、こういうことか。多分ポジションが悪くて患者さん見るときに実際に多分こうやって取らないと思うんで、ここを取っていいんじゃないですか。スペースがなくなっちゃうんで、こう行って動かして、きれいに出たところから、そうですね、そう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 。もしくは先生がこっちに向けばもっとやりやすいんじゃないですか。なんか当て方変える、もう手をこうやっちゃえばいいんじゃないですか。その方が簡単に打てるんですよ。あ、はいはい、そういうことですね。これ整えます。ありがとうございます。さすが教え方がうまい。そうです。エコー先生は普段使っていますか。あ、使っています。あ、じゃあバッチリですね。ちょっと骨が汚いので何かあったんでしょうね。骨端線のとこかな。でもそれ幼少の時肩痛くなったことあります？小さい時記憶ないですか。これは多分何かあったんでしょうね。骨端線とかだと思いますかね。打球とかやったことありますか？打球もない。打球もないです。そこは変わり場所的には、うん、コットンのところですね。そういうふうに繋がらなくなるんですか。ここですね。たまたまですか。なんかあったんでしょうね、多分。やけど。バドミントンやってたみたいですね。高校生の時にもやってたんですし。あ、関節腔を出してみましょう。で、こう外側に当ててみましょうか。そうですね。で、こう早く動かすと、あ、そうそう、これです、これです。で、ここから交互に。そうですね。で、先生もちょっとポジションが窮屈かもしれないですね。こいつをこっちに持ってこれるスペースがないといけないんで、この状態で持ってくる、こう持ってこなきゃいけないんで。あ、そうそうそう、そっちの方がいいと思いますね。まあ、このこいつがこっちにあればいい話なんですけど。そう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 です。で、ここに出てきます。関節芯が出てきて、ここにグレノイドが出てくるっていう感じですね。エコーを当てるときは大事だと思ってるのは、ポジション、まあでもその徒手検査とか手技とかもそうだと思うんですけど、ポジション悪いと自分が疲れちゃうしね。はい、両方使います。グローブ左手ですか。左手も。あ、もちろんです、もちろんです。包帯とかも左手でもできますよ。左でできないと結局ポジションによって使い分けると。あ、そうですそうです。あとはどっちの方向で巻いた方がいいのかとか、はい、包帯とかだったら。あ、そう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 です。ここですね。うん、いいと思います。あ、この辺。
ないですね。なんかあったんでしょうね。後ろで接種を見せて、これが完成、これ完成シーンですね。関節軟骨のところですか、この黒いの。でその軟骨と連続性持ってるのが関節芯ですから、小指軟骨ですよね。白いやつ、いや、この黒いのです。黒いのです。なんかちょっと潰しすぎかな、どうだ、大丈夫か、ん、今深さがちょっと変わっちゃって、深さが変わっちゃって、はい、もうちょっと深く、どうやろう、違う、もう違う、どうどうかな、深度、これか、あ、ありがとうございます。これですね、4センチ。いいと思います。もうちょい移してみましょう。そうそうそう。あ、グレノイみたいな、グレノイみたいな、もうちょっとこの肩だったら深くしないと見えないですね。ここの部分か。プローブを早く往復させます。そうそう、ほら、見えるところでしょ、そうそう、ほら、これグレナリ、グレナリです。プローブをね、ゆっくり動かしてるとちょっと違うところでずっと延々とやることになるんですよ。だからプローブは必ず早く動かす。そうするとパッと見えてくるので、じゃあそこでこう、あとは微調整をして、最後チルトが必要だったらちょっとチルトをしたりするということになります。なるほど、はい、取ってない先生いないですか。全員やりました。全員やりました、ありがとうございます。ありました、何か質問ありますか。も他にもここを見ておきたいとかいうのありますか。一過神経はね、どこのグループでやってたかな。千秋先生のところ。あ、千秋先生、うん、ああ先生方一番一番最後に、最後かな、一番最後に分かります、うん、見る。でも先生も やったの。あ、まだやってないです。確かに、ま、待って、あ、じゃあ ぜひぜひ。あ、やりました、やった。あ、そういうことか、大丈夫です。液化神経は QLS って言って、 QLS 僕苦手なんですよ。液化神経を見るんであればよいしょ、腕上がる患者さんだったら腕上げちゃった方が早いです。よいしょと、ダランと落としちゃっていいですよ。ちょっとちょっと見せてください。はい、でこの液化のところで普通にこうさっきやったのと同じプローブを往復させるだけです。ここで往復させるとほら見るでしょ、なんか見るでしょ。でそこでこう止めてあげると、で液化神経この人見えてます、ね、矢印はポイントで、あ、これです。これが上腕骨頭で、液化神経どこにあるか分かりますか。これです、これ、これが液化神経です。ちょうど上腕骨頭の上で大円筋の下で、これが三頭筋なんですね、の長頭、これが大円筋なんです。この下に出てきます。でここまで見たんだったら何するかというと、せっかくだからこう追いかける、なんとなく追いかける。そうするとここに血管がついていって、ここで QLS が出てくる、うん、ということで、もし時間あるならやってみてください。もう30分。あ、ちょっと時間調整すると、うん、あと5分ぐらい早いですけど。じゃあすいません、お時間になってしまったので移動お願いします。教えるだけはして。あっちのグループの時にやると思うので、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。あ、本当ですか。
これで大体ですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これがいい。あ、やべ。取れちゃった。いいじゃないですか。これはこれ。そうそうそう。はい。くらい。ありがとうございます。はい。じゃ次の先生に渡します。はい、先生にお願いします。はい、します。じゃあ講師の先生とモデルさんは移動してください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。こちらをつけていただいて。なるほど。はい。はい。配信されるそうです。あ、ありがとうございます。はい。どう？あ、すみません。ちょっといいですか？椅子のところ感じました。こっちがマイクですか。はいはい、すいません。よしと、ここでいいですかね。すいません、ありがとうございます。はい、胸につけますよ、ね。あ、すいません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、ここは肩ですね。そうですね、棘上筋の肩ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と、この方では、と、棘上筋ちょっとメインで、取っていこうかと思うんですけど、ちょっと最初先生の YouTube の動画にあったところを最初ちょっと一通りやらせてもらって、で、まあ、ちょっと時間余ればそのちょっと停止部だったりの許可の方をちょっとやらせてもらおうかなと思います。ごめんなさい、ここだけおかしい。よろしくお願いします。これで映ってる？OK、ありがとうございます。画面向かって、右側が腹側、左側が背側 で今単軸で撮ってます。こういうイメージで撮ってます。四条面上で、表層から脂肪層があって、僧帽筋で棘上筋という形になってます、うん、で前側に鎖骨があって、後ろ側に肩甲骨が出てくる形になってます。で、低脂肪の方に近づいていくと、鎖骨と肩峰が見えてきて、そこに棘上筋がこれも潜っていく層になっていきます、はい、まずちょっとここを単軸で見ていただく、その先生の YouTube の動画だと思います、うん、でここからちょっと長軸の方で見ていこうかと思うんですけど、肩峰からいきましょうか。肩峰があって、で表層から僧帽筋、棘上筋で、この下のくぼみっていうんですかね、ここが肩甲上接根になってきます。で、そのまま内側の方に行っていただくと、肩甲骨をかけていただいて、ここが棘上筋の起始部になってきます。で、内側に行くと、まあ、と、まあ、起始部の、なんですかね、と、僧帽筋が表層にあって、肩甲骨が出てくるといったところ。この肩こりのところですか？タックルなんだ。あ、そう。先生のこの間の事前勉強会であったお話だと思います。はいはい、これこの見え方は出せるようにしておくといいです。で、ほとんどの人がですね、そこでエコーガイドかで触診をすると、やっぱり肩甲骨の上角で一番強い圧を与えることがあります。で、介入していくとしたらそこになりますし、やや外側の人もいます。やや外側の人であれば、先生方トシとか針でやるんであれば、この僧帽筋と肩甲、棘上筋の間を狙っていけばいいと思いますし、内側であれば内側でしょ、僧帽筋があって ここに肩甲骨筋がありますので、その間を狙っていくか、もしくは肩甲骨筋の下の層を狙っていきます。肩甲骨筋の下の層に、なんだっけ、神経通ってますよね。肩甲上神経、肩甲背神経、肩甲背神経、そう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 、が通ってますので、そこをこうターゲットにしていくということになります。このビューも出せると非常に、なんせ肩こり腰痛というのは国民病ですので、
介入することになりますし、生活的にここはエコー触診して圧を取って介入してあげるとより効果的にこう患者さんの肩こりが良くなりますので、これはこう絵として出せるようにしておいた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。とまずここまでで一周しましょうか。でちょっと時間次第でまたちょっと停止部の方をやっていくような形でいきましょうか。はい、そしたら、はい、お願いします。はい、ちょっとこっち入っちゃいますね。そうですね、鎖骨が出てくる、はい、で、外側の肉と 両側に 肩峰と鎖骨が出てきて、さらにそこ入っていくと棘上筋が潜っていくような、そうですね、こんな感じで、はい、もうちょっと後で長軸でもやろうかと思います、はいはい、で長軸で肩甲筋、この辺りでいいですか。そうですね、このくぼみのイメージで、はい、肩峰の方から来ていただいて、はい、肩峰があって、はい、肩甲棘を借りていただくと最初ここくぼんで、はいはい、ここは肩甲上切痕で、はい、肩甲、肩甲上神経、そうですね、はい、そうですね、で肩甲靭帯が上に通ってる、はいはい、でそこで神経圧迫があったりすると棘下筋の方の萎縮が出やすかったりとかこのまま中入っていって抜くと、そうですね、あ、そうですね、ここが可動になりますね、はい、はい、でこう境目に肩甲虚筋、棘上筋、はい、イメージしていただけると、はい、まずはいいと思います。はい、ありがとうございます。完璧です。ありがとうございます。そうですね、下、そうですね、上が僧帽筋になります。鎖骨にぶつかってくる、そうですね、肩甲骨にぶつかってくる。そっか、ここ画面映ってるんですよね。あ、ありがとうございます。配信これでやってくれて、ね、なるほど、ありがとうございます。ということですね、ありがとうございます。これが極上潜っていくの、すみません、ありがとうございます。この辺だとちょっと分かりやすいかもしれないですね。僧帽筋、極上筋で、はい、筋、そうですね、はい、でこの間と、そうです、で外側にこういっていただくとここで見えなくなってくると、はい、こういうイメージですね、こういうイメージですね、はい、肩峰の下潜ってくるとこですかね、はい、あ、そうです、そうです、はい、そのイメージですね。で一旦回った方がいいですか、はい、あ、それから閉じ込めいきます、はい、せっかくなんでそこまで行きましょう。で、そうですね、僧帽筋、あ、そっか、すいません、僧帽筋、棘上筋、はい、あ、棘上筋ですね。で、上角の方がいい。そうですね、行っていただくと、そうですね、ここですね、ここが棘上部っていうイメージですね。棘上筋結構、棘上感とかにがっつりついてるので、結構筋腹大きいんですよね、意外と。はい。ありがとうございます。お願いします。お願いします。手でやられてるんだっけ？ちょっとだけ。僕もちょっとだけです。そうですね。そうですね。あ、そこ。総合筋。逆上筋。はい、ありがとうございます。押していっていただいて、ここで、あ、そうですね、入り込んでくる。
スライドの動きですね。そうですね、そうですね。はい、石田先生のおっしゃる。あ、そうですね。はい、出てると、はい、岸部の、あ、岸部、はい、端っこですね。そんなイメージです。ありがとうございます。こんな感じで大丈夫ですか？大丈夫です。ぼちぼちでしたっけ？ぼちぼちで。肩取られます？いや、あんまり取らない。あ、本当ですか？了解です。腹筋とかぐらい。あ、前が、まあ、前がなんか多いですもんね。これは動かしていいんですよね。これ大丈夫だと思います。そうですね。ここで。そうですね。そんなイメージ。見えし、こう当てていただくと分かりやすいかもしれない。このイメージで、はい。あの骨ランドマークにしていただけるといいと思うので、鎖骨拳法っていうのを。あの面で当てられるイメージだと、そうですね、ここのところですね。あ、そのイメージですね。そうですね、はい、そうですね、そうですね。そうですね、接根があって外側行っていただいて、まあ、棘上筋全体の全体像っていうイメージですね。はい、あ、そうですね、こんなイメージです。そうですね、そこですね、そこですね。ガーってイメージで。ありがとうございます。ここですね。はい、そうですね、バーっといってもらって。で、あ、そこで。ちょうどこの 黒い左側に見えて黒いところが拳法になる。こっち、そうですね、まあ、拳法で、こっち鎖骨ですね、鎖骨ですね、そうですね、こっちからそうですね、拳法ですね、はい、そうですね。そうですね、辿っていただいて、ありがとうございます。そうですね、接根は結構拳法に近い方なんで、外側の方、拳法から行っていただくと分かりやすいかと。拳法があって、で肩甲骨の方に行っていただくと、ここ、そうですね、ここ、はい、はい、のイメージです。ありがとうございます。で、一周ですかね、一周ですかね。あ、あと、ちょっと停止部の方をちょっとやろうかなと思います。で、ちょっとあの停止部の方ですね。ちょっと YouTube の動画ではなかった方ですかね。あ、ごめんね。こっち行こう。向かって、右側を等速側で、左側を尾速側で、で、まあ、出てる。はい。ランドマーク大結節と拳法をランドマークにしていただけるといいと思います。で、ここは、棘上筋の停止部。で、表層に三角筋があるような形になっています。例えばインピンチの評価であれば、ここから拳法と大結節出していただいて、棘上筋の潜り込みをちょっと見ていくようなイメージですかね。拳法ですね、はい、はいはい、はいはい、そうです。で、この山があって、少し後方側に行くと山が消えてくるので、そこが極下筋のティッシュ部になってくるというイメージですかね。で、まあ、大結節の方から拳法を越えていただけると、まあ、先ほどのちょっと見ていただいた棘上筋僧帽筋の全体像のところになってきます。これ健康上接根じゃないでしょ。はい、違うか。あ、そうです。これ健康上接根かな。これはスピノグレノイドノッチを見てるんじゃないかな、上から。よいしょ、よいしょ。今のところは健康上接根を見るときは、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。パソコンこっち向けとけば、その方が
よいしょと。これで映ってますか。大丈夫ですか。極上下が結構深いのかな。深いね。ここが極上下、ね、極上下の上でこう動かします。あ、そっか、これはいいの、ね、で前に動かすともちろんあの肩甲骨の骨輪が消えますよね。この消える直前です、肩甲骨折。おろさこれでしょうね。血管が入ってるけど神経そのまま見えてないけど血管が見えてる、うん、からどれだ CF かな、赤いボタン、あこれか、あ違うわ、これか、で下げていくと乗るかな。これは肩甲上神経、あいや動脈なのでこれに伴走します。肩甲上神経、神経が足ちょっと神経としてちょっと見にくいけど、あ、うん、この血管に伴走してる。だからここ左右の骨輪郭が途中で途切れてますよね。これが肩甲上性根、ここから肩甲極上下の上を置いて最後どこら辺かな、よいしょ、極下に入ってくるところが上からは見えないかな、極下下の方に入ってくるところが見えるといいんだけど見えない。下から見てあげると、あ、もっと外ですね、もっと外でうーっといって極下下に入ってるところがちょっと深くて見えないですね。下側からやってあげるとよいしょ、こういう形で見える。ここのくぼみですね。そして、ここはあのスピノグレノイドの地っていうところですね。そうですね。で、ここから極上下から極下下に、肩甲上神経が移動するということになります。はい、ありがとうございます。そしたら、ちょっと停止部のところちょっと取っていきましょうか。極上筋の停止部、許可筋、停止部見ていただいて、回転でちょっと極上筋の潜り組んでいくところを、はい、で形でいきましょうか、はい、ちょっと一周しましょうか、はい、はい、お願いします。ようにじゃあまずはこれ向きってどっちでもいいです。あそうです、こっちここでいきましょうか、ここでいきましょうか、はい、それでまず肩甲骨、そうですね、肩節を、あそうか、そうですね、出していただいて気持ち大結節寄りに行けますか、ちょっと下に下がっていただいて、そうですね、ここが停止部になってくるんで、はい、少し前側行っていただくとちょっと尖ってくるところが極上筋の SF と言われるところですね、停止部、はいはい、後ろ下がっていただくと山が消えるんで、ね、極下筋のミドルファセットで目分のところですね、この消えてるところに停止、極上筋が、極上筋が尖ってるところですね、あ尖ってる、はい、はい、血の方ですね、はい、実際結構極上筋って前側までかぶって初血の方まで来てるのでいろんなパターンはあると思うんですけど、はい、ちょっと画像見ながらどかしていただけるといいと思います、はい、多動で外転、ありがとうございます。肩甲部まで出していただいて、そうですね、一回下ろしちゃいましょうか、下垂でこの画面出していただいて、そこから回転して、これで大丈夫ですか。そうですね、もうちょっと前行きますか、このぐらいですかね、はい、そうですね、このぐらいで行きましょうか、はい、で気持ち筋の方がいいかもしれません。ああそうですね、そうですね、そこで行きましょうか、キープしながら辿って難しいですね、あ、そうですね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 。そんなイメージです。そんなイメージ。そんなイメージです。はい。そんなイメージで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。こんな感じで大丈夫ですかね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。なんかね、多分僕の手の操作の仕方がいいそこを中心に、あ、そうですね、そうですね、あ、こうですね、そうですね、結節で、あ、そうですね、 SSP の停止部っていうイメージですね。で、頻品の場合はちょっと肩甲部の方を
一緒に出していただけると、あーそうですね、もうちょい、あーそうですね、これいいですね。でここの潜り込んでいくところを見ていくようなイメージですね。ピンチの時は潜り込みがちょっと甘かったりだとか、仮想障害の方が効きそうですね。ああそうです、かなりだと思います。三角筋等の仮想もあると思いますし、ありがとうございます。よしよし、反対でもいいですか、いいですか、あ、そんなイメージですね。そうです、ちょい前ぐらいの方がいいかもしれないですね。そうですね、そのぐらいで、はい、いいかと思います。そうですね、あーいいですね、さすがです。いいんかなみたいな。全然大丈夫です。ありがとうございます。そうですね、そうですね、そんなイメージですね。一回下垂にしていただいて、ちょっと前側で撮っていただけるとちょっといいかもしれないそうですね、イメージ、このここがとんがるイメージのところをちょっと対象としてもらえると一番棘上筋の評価としてはしやすい。そうですね、あーそうですね、そうですね、あーいいですね、いいですね、あそのイメージ、そこ入っていくイメージですね。そうです、そうです、そうです、そうです。その時に異常があるとしたら、はい、なんかどういう、そのまあか、僕の場合はですけど、健幹比べて滑走の動きを見たりとか、まあ、性的な評価でいくと三角筋と棘上筋の間のここがちょっと腫れてくることが多いですよね。あ、そうです、そうです、はい。結構水溜まってる。あ、です、です、そのイメージです、そのイメージです。腫れてるってことはなんか隙間があるみたいな。あ、そうです、そうです、画像、画像があった気がします。あ、こんな見えます？三角筋と棘上筋あって、ここの間が腫れてくるイメージ。明確になんか隙間ですかね、はい。やっぱインピン繰り返すと慢性化すると飛行してくるので、こんなイメージに分厚くなっちゃう。あ、そうです、ここと棘上筋と三角筋の間、ここの層ですね。はい、皆さん疲れてると思いますので、休憩取ります。5時45分から最後のセッションを始めますので、はい、すみません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 、申し訳ない。はい、あ、そうですね、そうですね、はい、です、です、そういう感じです。動き見ていただき、すいません、すいません。一通り、まあ大枠ちょっとそんなイメージ評価していただけるといいかと思います。よし、蹴りすいきます。うつ伏せになって手のひらを上にして、こういう感じ、これぐらい、これぐらいね、そう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 、で蹴りすを狙うという感じね、ここね、いいですね。だからまず内外ポンと置きます。ポンと置くと上腕骨のとんがりが映ってるじゃないですか、上腕骨のとんがりね、はい、これをキュッと上下にこうやってやると外から内に、これがほら、これが頭骨神経、頭骨神経孔みたいな。でまずこれをシューッといって頭骨神経孔が抜けました。
ここですね。でここから上腕三頭筋長頭筋。先生今どっちが内側？こっちです。反対の方がいい。こっちですね。見たままにした方がいい、ね。わかりました。僕は見たままでいきます。トントン来ました。でこっちからこうですね。上腕三頭骨神経。頭骨神経が、はい、神が抜けた。でこれ上にかぶったの上腕三頭筋長頭をで長頭をでその下にもちょっと三角のこれちょっとでっかくちっちゃくこれ外側頭ですね。そう、長頭を長頭を外側頭そうそう先生のおっしゃる通りでこれを潰すよう潰すというかずっと上に岸部にこう持っていくとだん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 これなくなっていってこれ四角になるじゃん。はい。でこれドプラーかけるとなんかちょっとドクドクしてるの分かる？上腕回旋動脈が。そうそうそうあれあれあれドク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 ね。でちょっと戻すよ戻すとね動脈が一緒。こういう感じね。これですね。そうそうそう上腕に回旋動脈だから動脈がピューッと入ってきるので。これ動脈先生もおっしゃったこれが動脈だよね。でここを狙ってハイボールかけたりとかあったのでそうそうそうでここ痛いんじゃないですかみたいなこれですよなんつってでやるみたいな感じ。 OK もう一回ね一回話します。まず患者さん来ましたこのシーンにします。トンと置いて上腕骨のとんがりを出します。とんがりを出します。でよくわからないけどとにかく上にピューっていくと外側から神経頭骨神経そうそうそう頭骨神経口超えました超えました超えました。次見るのは上腕さんの時に長頭長頭これですね。そう大きいね、はい、でその下にあるのが外側頭外側頭外側頭で外側頭と骨をこうなくなるように岸部に行くと四角これですね。そうですね QLS ですね QLS ですね、うん、っていう感じ。ここそう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 四角くそう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 でこちらを狙って治療するという形。 OK よしよしまず出して頭骨神経通過して外側頭と上腕骨をつなぐはい、どうぞジェルつけたらいいんじゃないですか。石田先生の見て4つ取り方があってこれが一番俺やりやすかった、ぜひよしやっていこう。右が外側がそうそうそうまずトンと置いてトンと置いてとんがり出してとんがり出して上にずっと持っていくと外側から神経があ先生そう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 ちょっとそう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 今溝通過したら三頭筋を今度見る三頭筋を見るとそうそうそう外側頭そうであとは岸部に向かってあ三頭筋外側頭の岸部に向かってどん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 なくなっていくと四角くヒュッともうちょい潰した方がいいよ。潰すというかもうちょい上に上げた方がいい。もうちょい上に上げた。はい来た。おおちょっと行き過ぎた。これですね。はい。ええ。うん素晴らしい。はい。先生ポインターで場所示してあげて。はい、指だとオンラインで見てる人が分かんなくなっちゃうので。しました。見ててくださいよ。よしお願いします。じゃあまずポンと置いて、そう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 置いて、まずこれとんがりだよね。とんがりを出してゆっくり上に、そう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 これが頭骨神経。頭骨神経がこうやって上がってくるわけ。上がってきて、これが頭骨神経の溝じゃん。頭骨神経口だよみたいな。でこれが溝を越えたら、今度はここの三頭筋を見るわけよね。三頭筋とここに外側頭があるから、ね。で外側頭と上そうこの外側頭のこれを
岸部に向かってずっと上にどんどん上げていくだけ。おお逃げる、こっちぐるぐるぐる逃げ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  る, 逃げる、そう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 、どんどん上げていってよ、逃げる、おお、そう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 、これ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 こういう感じ、感じちょっと打ちに行く癖があるかもしれない、もっと外に持っていった方がいいね、そう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 、こういう感じね、これそ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 の位置その位置で、そのまま一回戻してみて、ゆっくりそう、ほら三頭外側頭で、これこれ統合神経じゃん、統合神経がこうやって 戻っていくみたいな、でもう一回繰り返してみて、これギューッと頭骨神経抜けたら三頭を見て、長頭外側頭、外側頭どん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 岸部に向かってちっちゃくちっちゃく、そう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 、うわっとと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 、お俺が大変だよみたいな、もうちょいもうちょい、あもうちょい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 、あでもいいっすいいっす、こういう感じこういう感じこういう感じ、そう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 、いやそうです、そうそう、おハマってきたな、ハマってきた、やってきました。行きましょう、とんがりを出します、まずトンといいとこにポンと置いて、そうとんがりを出します、ただこっち側から神経出てくるから、そうそうそう、頭骨神経ここだよね、そうでこれ通過したら長頭を外側頭、外側頭を潰したら、うっとっともうちょい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 、あいやぐる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 、あいいですね、これ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 、でちょっと戻してみましょうか、戻してみましょう、戻していくとこれ、ね、ほら外側頭出てくるから、戻してみて、戻して、そうそう、これ外側頭三頭神経が戻ってきたね、もう戻っちゃったね、こういう感じ、そうそうそう、もう一回行ってみて、こう通過したでしょ、今通過、これ外側頭、そうそう、あいいんじゃないですか、外側頭ここから神経走ってきてんじゃん、こうやってもうちょい、これですね、これこれこれ、うま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 う、もう一回繰り返すとうまくいくかもしれないな、もう一回戻して外側頭じゃん、そうそうそう、そう上にシューッと上げていくと潰れていくと、潰していくとこっから入ってくるから、これだね、バッチリ、これもどこどこいってる、これうまいぞ、バッチリバッチリ、でここ痛いんじゃないのって、そっちの指で これですよみたいな感じで、ここ これじゃないのこれじゃないのみたいな話でやってくれれば大丈夫、ラス、ジェルつけた感じですか、ジェルつけた感じですか、慌てるからすぐ慌てるからすぐ見たくなる、落ち着いて前回の反省を生かして小原先生お願いします、トンと置いててっぺん出して神経出して、で三長と外側と、あうまいわ、おおおちょっとな、何かが斜めな気がするな、チルドだな多分、もう一回もう一回、うん、もう一回もう一回、途中までめっちゃいい、通過しました、3頭あります、これ外側とあります、おう、おう、バッチリ、もうちょい、そうそうそうだね、行き過ぎだね、ちょっと行き過ぎだね、このぐらいでいいんじゃないですか、うん、これでいいんじゃないですか、このちっちゃな筋が血管だからさ、ドプラかけたら出るはずだから、そうですね、これですね、この血管がそうですね、まさにこれがそうですね、バッチリよ、じっとしとくと多分僕ドク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 、これですね、バチバチ、あいいんじゃないですか、バッチリ、ありがとうございます、あれ矢印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 これでポイント。ポインターでした。あざす。片野坂先生の時にしくじると思いました。解説できないところでした。当てて、
内外右側がなんか神経、うん、右が右がいいみたい、右が右、うん、逆か、これで右、ドリフみたいな。で当てて骨のてっぺん出してこっちからゆっくり上げていってみて、ゆっくりどんどん上げていってってこっちから来てるじゃないか。あれ？こっちですね。失礼しました。ドリフみたいになって。あれみたいな。当てて、ずっと、あ、いいですね。これです。頭骨神経が。神経とかブツブツだからさ、ブツブツの形で出るんで。形で。で今神経口だよね。こう溝ちょうど。今神経口。うん。ここ超えました。超えました。そしたら、長頭と外側と長頭がね行って外側とか。これだね。これですね。これだね。はい、これを三角に出せればベストです。はい、こう、そうそう、こう出ればベスト。ちょっと当て方が違う。そう、今抜けて、あ、いいっすね。これ。で、これの騎士部なので、はい、これがヒューって、そう。この骨にどんどん近づいて、ピタってついたところが急です。これ。これだ。バッチリ。あ、めっちゃいい。バッチリですね。でまた戻していくとここから騎士だから騎士からこうやって始まってみたいな、そうそう、外側とで神経行ってどんどん下に行ってみてみたいな、で長頭なくなって内側と出てきてみたいな感じ、いいんじゃないですか。別の授業になっちゃいます。別のやつになっちゃいます。ありがとうございます。なるほど、面白くないですかね。これちゃんとやるとこれそうヒューっていう、そうここっていう、これとバッチリ、そういいじゃないですか。そうそう